ッタ見てえか、バッタ見てえか。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、はっ、おはーす。ということでね、ぐぐーん、私たちは今からせーの34歳でーす。さっきね、キロを見たら377キロでございます。気づいたの、あなたがこんなに。前回ですね、能登半島行ったあの先っぽまで行きました。あれ、桃がどうなったんでしたっけ。あれ、桃がの話はちょっとやめてください。あの、あれしてますけど、新聞紙に挟んでプレスしたんでしょ。してねえよ、やめろよ、気持ち悪いな。規定に灯油エンプティーババアだ。わかんない、振るか、まあ、なんで中身わかんないよ。前回ね、能登半島行って、あの時580キロあったと思うんですけど。よく覚えてるね。いやいや、あの動画にね、待って待って、どうしたの。やべえやついるよ、ほら。何が。ほらほらほら、なんだよ、めっちゃほらほら見てみる。何よ。あそこほら、薬屋の暴れてるやついる。え、嘘でしょ。マジ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 、ほんとだ。あ、ダメな人だった。お前売れたくてやってるやつだと思った。あって、今回はちょっと仙台までとりあえず行って、その後一泊して宮城県に行くということでね。宮城県が仙台だけどね。わら、あ、間違えた、岩手県盛岡に行くということでね、でまあ、今回は普通にまあ旅行行くということでね、あの梅雨なんですよ、大雨ずっと、ね、ハッピーバースデー。今日が6月の15日で、まあ、3日間の旅ということでね。あ、ちなみに私昨日松戸のあのつけ麺行きましたよ、うん、ま、あのなんだっけ、富田、富田、ね、はいはい、だけどあの新しくできた富田知ってます。え、駅の近くで、うん、あの富田食堂で、うん、多分その、まあ、入れない人がいっぱいいるから、うん、で店員が 女性のおかみみたいな人が。でもさ、なんかさ、あれだよね、昔みたいにさ、富田さ、うん、昔はマジでさ3時間並ばなきゃ入らないんだけどさ、うん、今あの最初整理券もらって、はい、3時間後に来ればいいみたいになってるよね、時間潰して。そうなんだ。 それはいいね。だって近所迷惑だもんね。近所迷惑だし、もう生産的じゃないじゃん。まあ確かに、マジで。あ、富田新しかったよ。で食べたんですけど、あの、まあ、美味しいは美味しいんだけど、千葉駅も食べたことあるし、ララポートでも食べたことあるんですけど、あのね、なんかね、麺がね、茹ですぎ感があった。コシがなんかちょっとなかった。まあもうなんかルーティンなんかな、ルーティンなんかな。でもスープとかもだってあれ、あれじゃん、あそこで作ってるじゃん、セントラルキッチンというかさ。あ、そうなんだ。まあそりゃそうだろうね。でなんかあのアマプラでさ、うん、なんかラーメンヘッズっていうさ、うん、ドキュメンタリーあってさ、それあの、はい、ラーメンに命かけてるやつらのなんかこう話みたいので、うん、富田のその店長のあの富田さんが出てくるんだけど、うん、そのスープのなんか作ってる風景みたいなのが出るんだけどさ、うん、その煮干しをとにかくたくさん入れて、うん、湯がいて出すんだけど、うん、その時に気づいちゃったことがあって、うん、その煮干しを入れるための袋、うんうん、それって煮干しのさ、下のスープを出すためにさ、うん、そのビニールの袋じゃダメじゃん、うん、そのなんかこう、何、麻の袋というかさ、はいはい、あの煮汁が出るようにの袋だと思うんだけど、はいはいはい、あのチャック開けて、うん、そこに煮干しを入れて、うん、チャック閉めて、うん、まあ、メッシュ状の袋なんだけど、うん、それが茹でられてプカーって浮かんでくるんだけど、うん、なんかこれ見覚えあんなと思って、この袋と思ったら、はい、あの100均で買えるあのキティちゃんの柄の、うん、あの洗濯ネットだったのよ。いやそれ、あ、保管する用のってこと。保管するって、いや鍋に入れる、鍋に入れてるんだけど。マジでそれってさ、そのなんか嫌じゃない。そのさ、なんか嫌だね。いや、インク、キティちゃんのインク、インクとかもそうだけどさ、いや、そのなんかその金具の塗装とかもさ、あ、ね、食品衛生法に適合してんのかと思って。確かに朝でやれよな。妙にさ、それが気になっちゃってさ、いや嫌だなと思って、純粋にそれめっちゃ声でかいやつがそれ告発したら問題なんじゃないかと思って。あー、でもなんかラーメン屋の、例えばこのグーラーメンを再現するために、うん、懐かしいグーラーメンの、グーラーメンっていうのがあるんですよ、東金っていうところにね、うん、あそこにグーラーメンうまいよね。あのなんか後ろのゴミ箱を漁れば何使ってるかっていうのが分かるって言って、うん、実際にそのなんかお釜みたいな人が、お釜みたいな知り合いのね、知り合いの知り合いだ、俺は知らないんだけど、したけど、なんかそこ、その人がなんかやったって言って、うん、マジで作れたみたいな。作れたんだ、そんで。そう、まあでもさ、要は原材料だけ分かってもしょうがないじゃん、うん、量が分かんなければ、うん、そうね、そうね。でもまあ そんなもんだっていうふうに言ってたけどね。そうなんだ、うん、いや
ニコニコマジで竹岡式ラーメン食いたくなってきた。竹岡式ラーメンなんてどこでも食べれないでしょ。どこでも食べれない、食べれない方向に行ってるじゃん俺たち。むしろもうどんどん真逆でしょ。真逆に行ってる。竹岡食べれない可能性、食べる可能性をどんどん減らしてる。そうだよね。今 60% ぐらい多分千葉にいるから、もしかしたら千葉県内にいるからね、ワンチャンある 60% ぐらいで。そう、どんどんパーセンテージ減らしてってる。竹岡式ラーメンって言って、あの竹炭ね、玉ねぎがね、いやあれはスープが焦がし玉ねぎが、玉ねぎなんか普通に入れればじゃん、普通に自分で持ってって、タッパーに入れて玉ねぎがイコールじゃないでしょ。まあ合うけどね。玉ねぎが入ってないかい。え、真っ黒なスープに千切りの玉ねぎ入ってないかい。みじん切りの玉ねぎが、あれだけおかしくない。みじんじゃないでしょ。みじんなのか。みじんじゃない、みじん。もうちょっと大きめじゃない、みじんよりは。玉ねぎのあらみじん、あらみじん、あらみじんの玉ねぎ入ってない。だってあのラーメン、あらみじん、ラーメン1とか入ってなかったっけ、ね、ラーメン1、白子にあるラーメン1。そう、あるんですよラーメン1。そこで2300円分ぐらいだったよね。でも一番最上級の大盛りみたいなんで、ブーブースペシャルラーメンね。そう、あのブーブースペシャルラーメン、ね、大陸みたいなあのチャーシューをバクバク食べて、パンゲアみたいな、パンゲアみたいな、あの時糖質ダイエットしてなかったっけ。だってあの時はもう全然糖質もクソも何もしないからさ。そうだって何か何かにつけて糖質を言うから、俺今回ベトナム行ってお土産も、うん、なんかあのあ糖質を考えて、ベトナムで糖質なんて考えなきゃいけないんだって思ったけど、バインミーふざけんなって感じだよね。バインミーなめてんじゃねえよ、しんちゃうと思ったけど、買ってきたのはナッツなんですよ。ナッチ、あのね、カシューナッツとマカデミアナッツの、うん、あれになる前のナッツを買ってきました。へぇ、皮がついてる、殻がついてる。大好きナッツ。まあいうわけでね、まあ、こんな感じでトークを繰り広げながら、どんな感じやねん、どんな感じやねん。仙台までラーメン1食いてぇなぁ、行きたいと思います。で、ブーブースペシャルラーメンに、うん、チャーシュードンクスもんね。あ、そうだ、そう、チャーシュー丼も食べてた。だからで、それにさらにテイクアウトでチャーシュー丼つけてるから、家でも食べたいから、で、2300円ぐらい。そう、頭おかしかったもん。いや、もっといったんじゃないの、すごかったよね。マジだから本当1ヶ月のあのお小遣いというかバイト代がね、一時消えてたよね。でもそれを、でもそれ命を落とすぐらいうまかったよね、正直。うまい。しかもその地元に帰んないと食べれないものがさ、あるのは嬉しいよね。そう、食いてー、そこにしかない味だしね。たまに調べちゃうもんね、何の気なしに、あのラーメン1 Google レビューで、いや、まだやってんだと思って。いや、あそこは餃子もうまいんだ。しかもうまい、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 うまい。懐かしいな、あのボロボロのチャンピオンとかね、あジャンプとか読みながらね、うん、油臭いね、油臭い、あのこう、あの要は土方系の人たちが来るのが多いんですよ。そう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 、だから汚れた手でこう、そうそうそう、すり減らすようにこう見てラーメンを待つんですけど、海行った帰りとかね、食ったよね、食べたね、しょっぱいもんが美味しいんだよね。そう、海行って、ね、いっぱい泳いだりして、そう、汗かいてね。そう、それこそお前行かなかったっけ、あの陽介とか。だからその時の話だよ、大陸の話、大陸みたいなチャーシュー食べてたら、覚えてないの？俺が背中大やけどした時だよ、あの日焼けで。うん、え、まあね、それ以外の時行ってねえ。アイフォン落としたヒットゲーム。そう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 。あれは本当最悪だったな。ハスヌマの俺の2000回の再生回数ぐらいいってるやつの、うん、あれ入ってます。そうそうそう。その時のことが。そうそう。アイフォン落として、また取り行ったな、見つかったって言って。あの彼は東京の割とまあ西の方に住んでるんですけど、東の東にある海まで。取り行ったんですよ、携帯電話を。わざわざ兵隊電話をね、兵隊電話、アーミーフォンを兵隊電話、すごいよね。いや、本当勘弁しなさい。だってあの時俺に足に当たったんだから、なんか当たったと思って、そう、魚じゃねえし、でもほら何が飛んでるか分かんない、火かもしれないし、見えないから、そしたら待って待ってとか言って、首から下げてた俺たちの金と、そうあの iPhone が消えてた。3000円ぐらいでね。意味わからん、なんであれが取れんの。いや、そこだからダイソーじゃなくて、なんだっけ、あそこ、ドンキで、行く前に安いの1000円の、その首から下げる1000円、防水、1000円で売ってた防水首掛けカバーか、はいはい、3000円ぐらいする、もう結構タフなやつがあって、いや、もう1000円でいいだろって言って、そうケチったら、でも1000円で、波にさらわれた。まあまあいいよね、あと100均とかで売ってそうだからね、元からちぎれて、ショックだったな。やっぱ食べ先で携帯なくすってもう全部手下がるよね、ほんとね。下がるけど、でもトモ君すごいのが、そんなでもなかった。俺だったらもうほんと喋れないぐらい。いや、そこはさ、やっぱほら、切り替えないとね。すごいよ。